で9レース2乗戦1着で勝ち上がりました福井の寺崎選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。レースなんですけども、まあ、スタート取られて前受けからなりましたけども、はい、作戦はどういう作戦だったでしょうか。もういつも通り、まあ、前から、まあ、自分のタイミングで、はい、行くって決めてました。今回、まあ、同期3人での対決ということで、はい、まあ、仕掛ける選手が多かったですけども、はい、まあ、まあ、切って切られて、はい、7番手になったところ、まあ、初間前空いてましたけれども、はい、道中はどう見えてましたでしょうか。もうそうですね、道中、まあ、初間切られて、まあ、ちょっと外のコース、まあ、下がり気味だったんですけど、まあ、もうそこはまあ関係なしに、まあ、あのタイミングで入ってました。実際に、まあ、ジャンス、はい、2センター過ぎぐらいから行きましたけれども、踏んだ感覚っていうのはどうでしょうか。ちょっと踏み出し、まあ、スローピッチだったので重かったんですけど、まあ、そこからはもう超えれるなっていう、はい、感触はありました。まあ、それを同期3人でって形になりましたけども、はい、なんか同期と対戦するべき意識したりとか、なんか特別な思いっていうのはありますか。まあ、特に、まあ、ないんですけど、まあ、しっかり自分の、まあ、レースだけはしようと、はい、心がけてます。まあ、この後なんですけど、なんかセッティングを変えられたりケア中心っていうのはあったりしてますでしょうか。はい、ちょっとサドルのセッティングを少しいじって、はい、様子見たいと思います。わかりました。ではこの後準決勝決勝に向けての意気込みをよろしくお願いします。もうしっかり、はい、仕掛けるだけだと思ってるんで、はい、頑張ります。